楽天モバイルはデータの利用が少ないユーザーを対象に月額無料としていた携帯電話の料金プランを1ギガバイトまではロ円というプランを廃止し収益の改善を図ります楽天モバイルが7月に導入する新しい料金プランは最も安い3ギガバイトまでの利用で 税込み円となりますこれまで月額基本料が0円だったユーザーについては10月1日までは0円でその後、新しいプランに自動で移行するほか3278円でデータ使い放題のプランは継続します2020年4月に携帯電話事業に本格参入した楽天モバイルは基地局の整備などに費用がかかり赤字が続いていますが 三木谷会長は品質の向上を図り黒字化も実現するとしています。